日活コルトとはテレビ映画撮影用に使われていたステージガンの通称である。主に昭和30年代に制作された日活の無国籍アクション映画で多用されたことからこう呼ばれるが後に日活映画以外でも多用された。外観のモチーフとされたコルト、32オート内部に電池と数発分の火薬が仕込まれた電気着火式のステージガンで外観は オートマチック式拳銃のものだが、グローバックも、イサやもせず、引き金以外の稼働部はない。単純に、引き金を引くと銃口から発砲炎が出て、火薬の破裂音が鳴るのみの、シンプルなステージガンである。戦後、日本の映像制作現場では、銃器を登場させる際には、警察官の立ち合いの下で借り受けた、実銃を空砲で発砲させるなどの手段が取られていたが、 昭和30年代になり法規制が厳しくなったことなどもあり、映画会社の日活はモデルガンを扱っていた MGC に映画用の小型拳銃タイプの小道具の制作を依頼した。この依頼に対し MGC の技術スタッフであった小林多造が開発したものがコルト32号オートをモチーフとして制作したオートマチック拳銃型電気銃である。 構造は実従とは全く異なり、左右に分割した金属素材の外角をモナカのように貼り合わせており、内部にはクリップ部に電池、引き金後方にロータリースイッチ、重工部には豆電球サイズの電球用ソケットが数機内蔵されている。左右分割の本体を開いて、ソケットに発火用の火薬を装着した後に電池を入れ、再び本体の左右を合わせて閉めれば、 準備完了となる。この状態で引き金を引けば、ソケットに通電することで発火し、ロータリースイッチにより引き金を引くごとに一気ごとに発火される。実物のように稼働も、廃車やもしないとはいえ、単純な構造ゆえに、作動の確実性が高く、連発が可能なことは、映像演出上で大きなメリットのあるものであった。外観はそれほど精巧に作られているわけではないが、 映像の中で、記号的に自動拳銃として登場する分にはさほど問題はなく、昭和40年代までの映画やテレビドラマでオートマチック式のステージガンの代表として長らく使用され、日活の作品に多く登場していることから、日活コルトの通称が付けられた。1972年に MGC から外観がリアルで作動の確実性も高いモデルガンである。 ハイウェイパトロールマンが発売された頃より使用頻度が減少し1980年代に入り合成樹脂製で実在する拳銃をリアルに模型化したモデルガンが数多く発売されるとブローバックするステージガンが主流になりそれらにとって変わられ映像作品での使用を見ることは稀となった1990年代に入ると ステージガンとして見ることは皆無に近く、明確に確認できるものとしては、1985年から翌年まで放映されていた電撃セイチェン円自慢のオープニングタイトルで、渚さやかが持つ拳銃として使われたのが最後である。この日活コルトのために開発された電気式の発火機構はその後も改良を加えられながら、日本で用いられている電気式のステージガンの 代表的なものとして広く使用されている。そのため、単に、日活コルトといった場合には、最初に作られたコルト、32オート型のもの以外の電気着火式、ステージガンを指している例や、電気銃の代名詞として、日活コルトと呼ぶ例もあるため、注意が必要である。当初は、日本 MGC 協会の団体名で、アメリカ製ガング銃を輸入して改造した。 発火モデルなどを販売していた。ただし、MGC ハイウェイパトロールマンは回転式形式の拳銃のモデルガンである。ありがとうございます。